よいよ2023年の最後、1月の運勢をお伝えいたします。はい、今日はですね、2024年の2月から九星気学というのは1年がスタートするんですけれども、1年全体のですね、運勢や開運法は1月の5日になんと4時間も講座をいたしますので、ぜひどういう年にするのか、積極的に自分の方から戦略戦術を練るためにご受講いただければと思います。そしてもうね、社会の運勢とか文化とか流行とか政治経済よりも、もう自分のことだけでもいいんだっていうような方は、自分の運勢について見てほしいという個人鑑定も同時に募集をしております。ぜひお申し込みください。戦わずに勝つ経営兵法なら朱夏塾。このチャンネルでは九星気学と易で宇宙のリズムを知り、宇宙の力を味方につけることで戦わずに勝つ方法、開運法をお伝えしています。ぜひチャンネル登録と通知ベルをオンにしてくださいね。いいねボタンも忘れずにお願いいたします。それでは一泊水星の1月の運勢です。はい、いよいよですね、1月は、まあ、2月と同じようなね運勢になっているんですけれども、2月からドーンと新しいね春がスタートするよっていうようなところで、一旦一泊の方はですね停滞っていう風になります。ですが、ここでちゃんと止まってですね、足元を固めておく、この2023年のうちにやっておきたいことをやっておくことが、このスタートを切れるのかどうかの瀬戸際になってきます。ですからまずはここはですね、もう自分の周りのね人たちに対しての感謝、これをねもう一度伝えてほしいと思います。どうしてもね、この時期イライラしてしまうんですよ。あれもやってほしい、これもやってほしいというふうに不平不満になります。イライラが募ります。それをどれほど自分の中で転換できるのかということがポイントになってきます。これが1月中にできればですね、素晴らしい1年が待っていますので、ぜひともこのね1月中にこのイライラ感謝に変える、やってみてください。それでは時刻土星の1月のです。はい、時刻土星さんはですね、この時期またねちょっと体調がね悪くなってくるんですよね。体のケアをしっかりしておくことです。2024年はですね、もう時刻にみんなついていきたいと思うほど1年間ものすごく良い年です。あなたがやりたいことが全てできます。もう何十年に1回のチャンスと言われても過言ではないくらいなんです。ですからこの2023年からの流れのね、一番最後のこの1月にしっかりとですねやっておきたいこと、それは自分が自分のことを褒めるです。まずね、不安がすごい襲ってくるんですよ。この不安によって1月停滞してしまうと、もうどうしようもなくなるんですよね。なのでまずこれは大丈夫だね、自分のね運勢はねもう天に愛されてるっていう風に信じていただきたいというのがあります。気の迷いはね、自分のこれからの人生を一番邪魔します。誰が邪魔するのでもない時刻土星さん自身の不安、それをですね、もう理想は何なのかという自分の目標に向かって目を向けて、足元をね見ることよりも理想の方をちゃんと見て進む、これが大事なポイントになってきます。あとおしゃれもですね。そうなんです、そうなんですよ。もうねやっぱりね輝く時っていう風なので、おしゃれして出かけましょう。そうすると輝くような人に出会って引き上げられますよ。それでは三碧木星の1月の運勢です。はい、三碧木星さん、2024年はですね、ものすごく拡大していきたいっていう風に思ってますよね。実は止まれなんです。もうね2023年本当に忙しかった。もうやりたいことはねもうとっちらかるようにして、もう突き抜けてかけてきましたよね。ですからこのね1月にスローダウンしていくというような流れがやってきます。動く星の三碧の方に止まれというのはですね、本当に死ぬほど酷なことは分かっております。ですので
ちょっとずつスローダウンをしていくというふうに思ってください。多分ね、体がきつくなると思います。自分から止まっていけば大丈夫なんです。でも、それ止まれないとですね、ゆっくりゆっくりっていうふうにいけないと、止まれというようなことが起きてきます。それって嫌ですよね。なので、まあ、この時期はちょっとね、スローダウンしていくことが自分の2024年を運気アップするコツなんだというふうに思ってください。それでは白く木星の4月の運勢です。はい、2024年ね、2月からはもうね、本当にいい収穫のところっていうところにやってくるわけですよね。なので収穫できるってことは、ちゃんとね、この2023年までのところでしっかり種まきをして育てていたのかっていうところが問われるところです。なのでこの1月非常に重要です。みんなに見られていますのでね。なのでこの時期というようなものは地に足をつけて確実にやりたいというようなところがあります。白くの人ってね、本当にね、心配性なんですよ。だからまず朝起きたら大丈夫っていう風にね、大きな声で自分に喝を入れていただきたいというのがありますよね。上司に呼ばれたりお客さんに呼ばれたりするようなことも4月は多いと思います、うん、ね。なので、まあ、周りの人たちにね、アドバイスをしたりとか指示をしたりとかっていうこともね、とてもね、上手にできると思います。ちゃんとね、見えている時なので、あなたの直感をすごく大事にしていただければと思います。お、土星の1月の運勢です。はい、今日は忙しいですよね。ものすごく忙しいです。2024年はですね、だんだんスローダウンしていくんですよね。なので最後の最後やっておきたいところは、もうここでちゃんとね、もう動いてきたいというのがありますよね。特に遠くまで出かける、遠くのお客さんにちゃんとね、連絡を取るっていうの大事じゃないですか。年始のご挨拶であったりとか、言葉をね、添えて年賀状だったりとか、そういったものもとても有効になってくると思います。特に年始ですから、明るい雰囲気は大事ですね。ブスッとしてしまったりとか、言葉が足りないというようなね、星ですので、やっぱりね、周りに対してね、明るく笑顔で接するということだけで安心感をね、与えると思います。で、言葉にね、とっても注意していただきたいんですよね。思わずね、なんかね、言ってしまって失敗するっていうことがね、あるかもしれないので、大事にしてください。言う前にちゃんとね、考えてくださいね。それでは六白金星の1月の運勢です。はい、まあ、白くの人もですね、年末年始ね、ゆったりしてほしいな、鍋なんかも囲んで家族サービスしてほしいなというのもありました。そして、まあ、豪や六白の人たちもだんだん2月からね、泊まれっていう感じなので、もう六白の人はですね、本当にゆっくりしてください。もう年末年始ぐらいからやっと時間も取れました。今までとっちらかっていたので、データの整理したりとかね、パソコンの中のいらないものとかをね、捨てたりとか、これはいるなと思ってずっと大事に取っておいた新しいアプリとか使ってないものまだありますよね。そういったものをね、使い始めてみるのもいいと思います。ゆっくり時間が取れたからこそできることってあると思うんですよね。自分の身の回りというようなものを今こそ1月にはちゃんとね、手をつけられる時だと思います。 SNS なんかでね、この人は頑張ってあんまり振り回されない方がいいですよね、この月は。そうなんですよ。特にね、動いていたいという六白の人にとってみると、周りの人たちが動いている様子を見れば余計ね、心配とかが募ってしまいますので、もうそういったものはね、見ないで自分に集中です。自分のやるべきことに集中をしていただくのが1月ね、とてもいいと思います。では七赤金星さんですね。七赤金星の方はもう本当に忙しい一年でしたよね。何か変わった？なんかもう全然予想してないなんていうようなことが起きた。起きた。うん。起きました。起きた七赤さんは OK。だけど本当はね、2024年がもう大革命っていう、もう本番がやってくる、ね、そう。なのでもうそこにね、行くちょっと手前のところだから、1月にやっぱりね、そこに行けるかどうかってとっても大事なところです。でね、1月はね、ちょっと本当に本当に気をつけて、もう周りに目配りと気配りです。もうね、目がね、見えなくなっちゃってるんですよ、忙しくて。
ね、忙しいって心をね、なくすって書くでしょう。だからね、そういう時忘れ物しちゃったりとか、あるいはね、車で、ああみたいなね、この間もね、誰か鹿を引いたんだよね。だからね、車の事故とか、トラブルとか、事件とか、うわーっていうようなことがあるかもしれない。そうですね。うん、なので、でもそういう時こそ、うん、慌てないで、うん、落ち着け、落ち着け。そう。落ち着けってことですよ、ね、そう、自分をこう見失うなと、うん、心をなくすなというのが、うん、まあ、七石金星の大事なところですね。そうなんです。もうそのね、一月1月忙しい忙しい忙しいとか言わない、時間がない時間ないとか言わない、禁止で、そう、ね、ゆったりと、うん、ね、周りのね、気配りすると周りの人たちから助けていただけるので、大事にねしていただきたいなというふうに思います。中側がやっぱり外側に反映しているので、こちら側が真心でやれば、心を込めてやれば、相手と通じ合ってきっと良い現象がやってきます。こっち側がもうわーってなってたら、もう争いがやってきます。それを肝に銘じてください。では八白土星さんです。八白土星の方も本当に1年間忙しかったですよね。いよいよおめでとうございます。貫入ですね。2024年間もうね、 お疲れ様ということで、休んでいいよっていうことですので、充電しましょう。エネルギーがね、もうね、不足してますので、1年間冬の時期ね、これね、運勢が悪いってことではないんですよ。運勢はね、弱いかもしれない。ね、冬の時期の過ごし方というのがありますので、やっぱりね、ちゃんとこのね、YouTube 見ておいてくださいね。冬の時でないとできないことっていうのがありますよね。うん、落ち着いてる時じゃないと、やっぱりで、あの、取り掛かれないことという。うんうん、まあ、去年1年間ツアーで日本国中を回りましたけど、ありがとうございました。もう本当に、ね、その時にはできなかったこと、うん、でも構想の中であることをやっぱりようやく取り組む時間ができるっていう、そうなんですよ。そういう考え方に切り替えればいいですね。そうなんです。特に1月は大物との出会いがあるかもしれません。あります、ね、そして上司だったりとか、自分よりもね、もっと素晴らしいような方たちのいろいろなね、あれもやってくれこれもやってくれのようなね、ことも言われるかもしれません。喜んでね、笑顔でやってください。そしてそういう方たちにね、アドバイスいただくっていうこともとっても大事です。何でもね、自分でやってしまうのではなく、ちょっと止まれみたいな感じのことが来ますよね。なので止まってるからこそ、自分の力が蓄えられて、そしてそれが経験となって、また新たなことがスタートできます。地下店もまた4月から全国ツアースタートします。休んでいいんじゃないの、充電していいんじゃないの、じゃないんです。新しいね、ステージが始まりますから、八白土星の方はそれに向けて1月とっても大事な出会いがあるので、ここは誘われたら出かけるんです、食事に行くんです、嫌だとか言ってないで、みんなと飲んだり食べたり楽しく過ごしてください。そうですね、義務感じゃなくって、うん、楽しい時間を過ごせば、ね、きっといいお話がたくさん舞い込んでくると思います。ビジネスチャンスつながりますので、ぜひともね、出かけてくださいね。それでは、九紫火星さんの4月の運勢です。はい、もうね、新しい年がもう目の前に来て、やっと貫入に向けて、もうそれだけでも嬉しいじゃないですかね。焦っているかもしれませんけれども、スロースタートです。ここはゆっくりゆっくりやっていくことです。もうね、気分だけでも違うでしょ。もうね、全然違う1年がスタートしたので、安心してください。もう素晴らしい一年になります。コツコツ目の前のことをやっていく、足元を大事にしていくです。そして足元にあるのは誰ですか。この一年間助けてくれたのは家族ですよね。家族孝行してください。ついついね、自分がやったっていう風になります。一人になりたいって思います。でもちょっとの時間でもいいので、ずっととは言いません。九紫火星の方は家族を大事にすることによってね、共に飲食したりとか、やっぱりお正月とかもね、いい時間持てると思いますので、そういったところから次なる英気が養われると思ってください。日々の小さないいことにね、うん、感謝できるような九紫さんだったら、うん、もう本当にすごい進み方になると予測されます、ね、基盤吉報なんかすごい、いいです。絶対やった方がいいですよ、ね、そうなんですよ。今日こんないいことがあった、こんないいことがあったから大丈夫、そういうふうに思えることが大事なんですよ。2024年新しい年がやってきます。あ、貫入だわ、破壊がつくわ、案件がつくわ、こういうね、怖い方に目を向けるのではなく、大丈夫です。
ね、あなたには応援がついています。ぜひともこのチャンネル登録していただいてね。そしてしっかり見ていただければ、あなたにとっての素晴らしい1年が始まりますので、1月も応援しています。